諸徳川連合からの知らせは玉物前が仕組んだ罠だった。まんまと騙された英雄たちは悔しさをにじませ玉物前を完全に封印する決意を新たにする。その頃東卓軍は巨匠で炎章軍と対立していた。突如土器を発して兵を進めてきた炎章軍に対し、何ら身に覚えのない東卓軍も応戦の構えを取る。なぜ衝突しなければならないのか、理由もわからないまま両軍はすでに一触即発。戦いは避けられない状況になっていた。面白い話が聞けたぞ。炎章軍はこちらが先に攻めたと言っている。こちらの誰かが勝手に攻めたとは思えん。とすればやはり何者かに騙されたのだろう。イエーイ、炎章の言い分などに興味はないわ。わしの巨匠を荒らすとは身の程知らずが、この手で葬ってくれるわ。行くぞ、全てを手に入れる。東卓め、名族に立てつくなど孫千万、天下の誇りにかけて奴を治療するのだ。炎章、わけのわからんことを。いつにも増しておかしい。いや、何か炎章軍の前方で面倒くせえ。あれは芝将なのか。彼の話が通じるか。おお、申し分ない働きだ。何か誤解があるようです。ここは一度話し合いの席に着きませんか。紹介、騙そうったって無駄だぞ。俺がそんな面倒なことに乗ると思うか。なんだあのリーグさん。ならばこの私が屈服させるまで。ひねりつぶしてやるから待っておれ。これぞ天の助け、助けなつ頼みまし。目の覚める戦ぶり見事。天が知ったよ。お気を煩わせて申し訳ない。さあ勝負する。俺と勝負だ。覚悟しろ。行き下げ。
書壊しても次こそ我がチームでお前を倒すと冴えておいでですな。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。任せてもらおう。すぐに止めましょう。見ていろ。トータクが押し返してんのか。やられちまう前に止めねえと。処分だ。気な争いはやめよう。炎章には我らが話をつけよう。アホが今さら何を言うか。いや、炎章についてわしを騙す気じゃな。誰がその手に乗るか。わしに下がる者は皆切り刻んでくれるわ。やはり無駄であったな。奴の浅はかさは残念。すまねばなりまい。あの者ら、我が軍への援軍だ。ここはひとまず奴らに任せて。申し分ない働きだ。我こそは天下無双の魔撃ち取った。あの援軍は何をしに来たのだ。
えておいでですな。敵将討ち取った。今回だけは勝ちを譲ってやろう。もう我が支配地を荒らせてないぞ。思い知ったか、このアホどもが。しかし、炎章が攻めてきた理由は謎なのだ。改めて検証してみた方が良いでしょう。私が出たのだ。負ける方がどうかしている。戦はわしらの勝利じゃ。貴様ら、覚悟はできていような。落ち着いてください。いいですか。これは賜物前の罠です。罠？そいつが一体何をしたというんです？彼女は偽物を作れるのかもしれません。そうでもなければこんなことには。知っているか、近頃言動怪しげな者がいるらしい。それも一人や二人ではない。奴らは周りを煽り、無意味な戦へ駆り立てる。ですが本人はそのことを覚えていません。それどころか多くは違う場所にいるのです。今も剣閣で戦乱が起こっています。おそらくこれも賜物前の策でしょう。ようわからんが、その女が悪いんじゃな。わしをたばかった罪償わせてくれるわ。では戦力をお貸しください。私と共に剣閣へ行く将が必要なのです。内乱を先導している偽物を探し出せば、賜物前の居場所がわかるかもしれません。それなら私が言ってあげてもいいですよ。他の人間よりは役に立つでしょうからね。ではよろしくお願いします。急ぎ剣閣へ向かいましょう。英才教育を受けた私だぞ。当然の成果だ。剣閣は内乱のような状態だとか、互いに疑い争い合うなど、なんと悲しいことでしょう。一刻も早く偽物を探さねば。争いを止め、賜物前の行方を追うために。この世界はそんな風景もないぞ。困った。それがしの胸にある五の風景を糧に戦うのみ。どうなる風よ。ウヌこそ混沌の民。何を言う。わしは秩序を作ろうとしておる。わしによる、わしのための秩序をな。まさに混沌。ちょっと董卓さん、また太ったんじゃない？この世界に来てからというもの、やりたい放題、食いたい放題じゃからな。
嫌になるほど生き生きしてるわ。オロチ様に連れてくる人選べばいいの。トウタク様、お願いがございます。おひげを一本いただけないでしょうか。ふん、これでいいか。わしのひげをどうするんじゃ。おまじないを教わったのです。おひげを人形に入れて無事を祈るのだそうです。ふっ、薄汚い豚がなぜここにいる。おまぎれにされたくなければ失せるがいい。野良犬が言いおる。貴様はわしの野望のために働くのじゃ。なに、悪いようにはせん。褒美はいくらでもくれてやるわい。この気球の時に何をボケっとしている。女のことでも考えていたのか。さすが英才の誉れ高い商会よ。お見通しか。妻のことを考えていた。一というんだ。図星だったのか。私と光秀は似ているのかもしれない。商会殿、そうでしょうか。私たちは性格も考え方も髪質も違います。おい、髪質は余計だろ。商会様って、ふわふわの前髪ちょろちょろいらんはるくせに押すな。私にそんな癖があるものか。そんなもの、子供の頃に矯正している。今の今、手がピクって動きましたえ。イラッとして前髪いらおうてしてましたやろ。やってやるぞ、何度でもな。
また来てくれよ。この真相を知った東卓軍の面々は怒り、玉物前封印に協力することを約束。商会に一軍を与えて加勢させることを決める。その頃、剣閣の地でも同様の騒ぎが起きていた。玉物前の謀略で蜀徳川連合の英雄たちは疑心暗鬼に陥り、内乱にまで発展しつつあったのだ。徳川家康たちは商会と合流して剣閣に急行する。偽の英雄さえ見つけ出せれば事態は好転するはず。英雄たちは混乱の中へと身を投じた。これは仲間割れというやつか。随分馬鹿げた状況だな。無論普通ならばこうはならぬ。全ては賜物前の力ゆえよ。彼女の術はそれだけ完璧なのですね。私たちで偽物を見破れるかどうか。見た目じゃ区別できねえよな。一体どうやりゃいいんだ。一人ずつ話を聞いてみるか。地道だが他にうまい方法もあるまい。うん、急ぎ偽物を探し無益な争いを止めようぞ。私は生きるために戦う。争いに巻き込まれるのもやむを得まい。まずは関羽軍と合流し事情を聞こうぞ。心得申した。我らに任せられよ。すでに戦いは始まってしまっておる。
早う偽物を見つけ出さねば。お見事です。助けていただきありがとうございます。西に義父を持たせた連合兵を伏せておいて敵陣まで導けば多少は争いを抑えられる。ほう、申し分ない働きだ。邪魔しないで、邪魔しないで。そのまま負けではない。敵将軍討ち取った。最後の救援を果たして。泣かせねえ。くしょ、これも偽物の仕業か。人間同士を争わせるとは汚ねえぜ。行くべ。活躍してみせたつもりか。最後の負けておれん。我が軍も続くぞ。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。私の知略に勝てるとお思いか。そうじゃ、引くこともそのまま負けではない。敵将を討ち取ったり。後先も考えずに争うとは。敵を押されるか。敵もまた見事な。お見事です。私は戦う。自分ない働きだ。
しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。やっ騙されて争い始めたのに、さらに見えたやれだな。これも方便というものだ。出られないの。置いておけ。次は容赦しねえぞ。敵将討ち取ったわ。おお、救援とは感謝する。私の知略に勝てるとお思いか。引くことがそのまま負けではない。敵将打ち取った。片付けない。このような争いをするべきではない。だが私はどうする。お父さんが倒すしかなくない。こうなったのって絶対あの人が原因だし。いい働きをしましたね。助けてくれたのね。お礼を言った方がいい。この戦場はまるで地獄よね。泣かせねえ。張飛を助けたい。戦う。それなら北の投石機を使うといいわ。わかりました。兵器ならばこの月影にお任せを。さすがのお働き。邪魔しないで。見せつけてくれるじゃないですか。一段と冴えておいでですな。やつが俺
たちの意志を狙ってきやがった。いきなり本陣教習とは、おかしく野郎だぜ。いや、そんなことよりあるじゃん。戦ってるに違いねえ。助けねえと。この騒ぎで関羽が孤立しちまってるのか。こりゃ急がねえとやべえな。人間同士が相争うとは、なんと悲しい状況でしょう。いい働きをしましたね。さあ、これで勝負だ。覚悟しろ。私の前で活躍してみせたつもりか？
私は渾身のことして巻き込むわけに。ここにいてくれ。なんで？私も行く。こんな面白いことめったにないしね。君、今の邪魔か。父上、全力で参ります。今の拙者らはただ互いの分を背負う将なり。泣かせねえ、行くぜ。死ぬつもりはない。いっちゃ上がりだぜ。いるとかありえないんですけど。一段と冴えておいでですな。お見事です。これ以上、せんなきことか。おめえ、何する気だ。逃がしません。あのあやかしの飛びゆく先に、まことの敵が待っている。なんとか争いは収まったか。まずは住みたり。こんくらい楽勝だぜ。私は偽物に騙されていたのですね。皆さん、父上、申し訳ありません。お主だけが悪いのではない、観察。拙者もこの戦いを止められなかった。賜物前の変化の術は私すらたやすく見抜けぬ。人の子が騙されたとて何を恥じることもない。尻尾の行方は我が戦術で突き止めてある。賜物前の行方を探る上で大きな収穫である。おお、尻尾の行方が分かりましたか。そこに賜物前がいるかもしれませんな。これ以上彼女の好きにはさせません。見つけ出して心境のことを聞き出さなくては。不可解なのは賜物前が心境を入手した経緯。よもやあの事件に賜物前が関係しているのか。どうかしやしたか、太公馬殿。いや、今は雑念にとらわれている時ではない。尻尾の飛び去った先に向け急ぎ出発しよう。私の宿命だというの。やるじゃないか。
偽物の王は厳島で消えたとのこと。そこに賜物前はいるのでしょうか。多分そうでしょう。今度こそあの女をとっ捕まえましょうぜ。承知。また何らかのまやかしがありましょう。たばかられぬよう、おのおのご注意。よう、今日はどうするんだ。一緒に酒でもどうかな。ただの宴だろうな。不意打ちとかねえだろうな。疑われてるね。信頼を得るには時間がかかりそうだ。味方の道を作るのがわしの仕事よ。悪いが、おめえは背中を守ってくれるか。アクライド言葉慣れる。地獄への道を切り開くは鬼の役。ヘッ、言いやがれ。いくら獲物が同じでも先陣は譲らねえぞ。この先の戦いは厳しいものとなろう。戦う機会を持てぬよりはいい。志がありながら戦う機会も得られず、体がたるんでいくのは実に辛いものだ。皮肉の胆です。その話を私になさったのは皮肉ですかな。
また来てくれよ。よう、今日はどうするんだ。また来てくれよ。